校内交換機、校内交換機とは、公衆交換電話網に多数の校内電話機を接続する電話交換機のことである。一般的に PBX という略称が用いられることが多い。回線切り替え機、内線集約装置、内線交換機とも呼ばれる。公衆回線に接続されず、内線電話同士での通話のみを目的とした。 校内交換機に限定して、パックスと称する場合もある。ビジネスフォンホームテレフォン、内線通話機能を持つ ISDN ターミナルアダプタ、VOIP アダプタとは、収容できる外線、内線の回線数及び保守対応で区分される。電気通信事業者の局内、または郊外で用いられる交換機は、事業用として区別される。2000年代以降、 必要なユニットを組み合わせて19インチラックに搭載するものが多くなっている。電源は停電保障時間によって異なる。長い場合は別電源装置下に交流2 0 0ト短い場合はチャージャー装置に交流1 0 0トを供給する。校内交換機の機能は機種や内線の構築状況によって様々だが、主に外線からの発着芯の制御。 内線同士の通話機能が基本となる。外線着信制御として、ダイヤルイン、外線発信制御としては、リースとコストルーティング機能を持っているものが多い。大規模な校内交換機は、あらかじめプログラムして、ある一定の基準に応じて、校内電話機への着信選択制御を行い、公衆回線を介した問い合わせにも、効率的に対応できるようにしたものが多い。 そうした場合に用いられる校内交換機はアンプ b x とも呼ばれ、コンピュータに校内交換機能を付加させたものである。アンプ b x はソフトウェアを組み替えることで柔軟な制御が行え、より効率的な対応が行えるため、主に家電メーカーのサポート窓口など、コールセンター向けに積極的に導入されている。大型のアンプ b x には、 自動音声応答機能を有するものもある。NTT が各社の OEM 製品を販売。情報漏えい、通信不能の防止のため、空調設備の整った通信設備専用の施錠された部屋に設置することが望ましい。また、定額制の保守契約を結ぶことが一般的である。製造停止から年月の経ったものは保守不能の場合がある。 工事の際は電気通信設備工事担任者の監督が必要である。ありがとうございます。